太鼓の音とともに太鼓台に命が吹き込まれ動きが始めました。太鼓台の天井、天幕は空を表し、黒い布団のくくりは雲を、そして四方に垂れ下がる草は雨を表しています。黄金色に輝く飾り幕は金糸で作られています。太鼓の真ん中には大きな鳴り物の太鼓が据えられており、その音がエネルギーの源です。指揮者の掛け声で太鼓の音に合わせ、重さ3トンにもなる太鼓台、150人余りの男衆でかき上げます。まず初めに登場したのは萩生西太鼓台でございます。御子自身のテーマで作られた太鼓台、自慢は大きな鳴り物2尺5寸の太鼓でございます。萩生西太鼓台、勢いある演技、太鼓の音色を堪能ください。見事差し上げで皆様にまずはご挨拶でございます。ご観覧の皆様にお願いを申し上げます。太鼓が差し上がりましたら、どうかどうか下級の皆さんに大きな拍手と声援をお願い申し上げます。その拍手が下級の力となってまいります。よろしくお願いいたします。続いて登場いたしますのは石の下太鼓台でございます。一番下の高欄幕を外し、太鼓打ちの姿もご覧いただきます。世代を超え受け継がれてきた石の下太鼓台、昭和61年に作られた現在の太鼓台は先代から数え4代目でございます。太鼓を揺らし駆け上げたそのスタイルは日本一と自負しています。さあ、小久々でやってまいりました。今日は祭りでもめったに見ることができない演技を皆様にご披露いたします。掛布の掛け声だけで駆け上げるその姿、たっぷりとご堪能いただきます。中萩地区の太鼓台は何といっても一番の自慢が、ただいまからご披露いたします、寄せ太鼓でございます。寄せ太鼓とは指揮者の掛け声と笛、大きな太鼓の音と掛布の掛け声、息遣いが三拍子揃って皆が一体となって
初めて完成する妙技でございます。長さ13メートルの滝棒をピタリと合わせ、重さ3トンにも上る太鼓台がひしめき、掛け声一気にかき上げます。その人差しは夢と希望を乗せた平和への架け橋です。今日は五花壇の皆様にその自慢の妙技をご披露させていただきます。中萩地区三代による寄せ太鼓、たっぷりとお楽しみください。
の太鼓では担ぎ始めたら絶対に落とさないというのがモットーでございます。もう一回見事な夢と希望を乗せた高橋がつながっています。四国は愛媛県三原市とこちらの幸せの高橋が語りました。
ました。